かったから、そうね、これからもっと寒くなるっていう話、暖かくしようぜ。また大変だ。ジャン君、ジャン君、ジャン君、カメラ撮ってると必ずこれだろうってもう予測するようになっちゃった。はい、どうぞ。来てください。ジャン君。はい。はいで。この電子ホットカーペット電源入れましたけど。入れましたけど。エアコンもつけてある。温度ちょっと低めだけど。なんか今日めっちゃ寒かったから。そうね、これからもっと寒くなるっていう話。暖かくしようぜ。また大変だ。ジャン君、じゃあまた。せっかく撮り始めたら移動しちゃうジャン君です。今日は朝日が出ていたので。このホットカーペットの電源をつけて待っていたら2人ともここに集まりましたが、面白いね。ちゃん君はこのカメラのスイッチをピッて入れると条件反射のように、ここに来ます。はい、ちゃん君、ちゃん君、ちゃん君、かわいい。ちゃん君、あれがどこだ、あ、ちょっとこれだ。ジャン君、ジャン君、あれ頭に中乗ってるよ、ジャン君。くしゃ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 。ジャン君、なんでカメラのスイッチとさ、ブラッシングがさ、直結するのおかしいよ、ジャン君。よっしゃよっしゃ。甘えに来てるだけだよね、ジャン君。せっかく日が出ているし、ポカポカのカーペットがあるのに。じゃんくん。はい。じゃんくん。近いね、じゃんくん、カメラに。ふっしゃふっしゃ。遠くなった、遠くなった。よいしょ、よいしょ、よいしょ。利口さんね、ジャン君。くしゅ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 。はい。
してジャン君は眠っています。トイレの数もまだ多くてですね、心配は募っていますが、とにかく暖かく、そしてドラマ配信をスタートします。